ゃあ続いてはですね、次若葉だ。名前すごいお寿司さん、最高 XP2200、 現在 XP2180、 潮吹き若葉シューター。悩み、 X パー2000前後うろうろします。安定して勝つためには何が必要でしょうか。自分では何が足りないのか分かりません。よろしくお願いします。まあこういう悩みの人いっぱいいるんじゃない、特に XP2000 前後の人はね。見ていきましょう。まあ高橋のギャグライがちょっと難しいのもあるけど、まあ、編成はちょっと弱そうだなこれ。まあ何が悪いのか分かりませんって言ってるからね。まあなんかもしかしたら改善点があるかもしれない。はい、まあ、編成マジ、あ、なんかジャイロフっぽいな。あ、違うか。ギアはカムバックスペース押せじゃん。ああ、まあ悪くないんだよ。おお、ああ、まあ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 。いやまあ、ちょっともう一回見ていい？もう一回見ていいか。いやまあ開幕ね、ヤグラに乗り抜いて圧かけるムーブ自体は、まあまあ一つの戦術としてあるけど、もうこうなったらすぐ引いていいわ。こっからキル取りに行く必要はない。これはさっきのもみじシュータルと同じく、もう若葉は塗りが強い武器なんで、まあ最初の矢倉乗りに行く部分はまだよしとしても、その後は塗った多いね。もうあ無理だなと思ったな。キル取るために多分矢倉乗るんじゃなくて、その上手い人がたまにそのやることじゃ、相手を引かせるために一瞬矢倉乗ってボム投げるとかだから。今のところ若葉じゃないですね、やってることが。さあなんとここで降りる。さあなんとここで降りてキルを狙いに入った。さあめちゃくちゃ攻めっ気が強い。さあ攻めっ気でしかないこの若葉シューター。さあ若葉シューター、さあすごい。まずね、まあ良さそうに見えるんだけどこの動きも。若葉である必要がないんだよねこれ。ちょっとこれはね、若葉って、その、メインはキルステンの弱いんですよ、まず。なんで、これやるなら寿司とか、なんだ、ローラーみたいな動きしてる。まあ、ローラーとかさ、いや、これやるなら復活短縮ガン積みの寿司コラ使った方が勝てます、マジで。復活短縮ガン積みのクワットとか、スプラローラーとか、寿司コラがやるような動きなんよ。まだ復活短縮ガン積みしてんだったらこの立ち回りもまだわかるけど、カムバックスペゾーステルスジャンプでね、まずスペゾー積んでる時点でもうちょっと生存意識持たなきゃいけないんだよ。まあヤグラ乗り意識は高いな。さあまあでもこのバリアも悪くなって、ここはまあ行くのか。まあでもここはまあヤグラ乗りでいいか、うん、味方がいないから。さあカモ飛ばしたい。さあまあこれしかないよね。ガロンで良さそう。いやそうだねマジで。いやマジでね、いやこれはさ自分で何が悪いか分かりません。いやマジで若葉である必要がないねこの立ち回りは。おーおー、さあ行く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 。さあすごい。いやこれね分かんない、若葉にこだわりないんだったら多分若葉じゃない方がいいですねまず。うん、まあ強人とか寿司とか強人持った方がいい。それか寿司コラ、うん、スプラッシュボムが好きだったら寿司コラマジで。うん、まあでもこれはねまあいいね。まあ塗り上矢倉に乗る動き自体は強いから若葉。うん、あーで塗ってない。うん、若葉がそもそも敵区の中にいる敵に対して対面を仕掛ける武器じゃないんですよ。基本的に塗り状況を強くして味方が戦って特にスプラッシュボム。ちょっと敵区の中突っ込んでキルを狙う武器じゃないんですよ。それをやりたいんだったら、もしかして、これ分かった、多分俺の配信用とかをよく見てんだな。俺の配信をよく見て、俺がスプラローラーで敵に行くん中にカーリングを突っ込んでキルするのを見て、でそれを若葉でやっちゃってる説あるな。それだったらスプラローラー持とう。スプラローラークワットオッパー、それはね、敵に行く中突っ込んでも無理やりキル持ってける武器持とう。若葉はまあこうやってたまにキル入っちゃうからね、勘違いしちゃうんだろうな。うん、これもね、もう上手くなっていけ、あ腕前上がれば上がるほどマジで無理になって、どんどん無理になっていきますから。本当にマジで
いやだってこれちょっとすごい。いやでもこういうね、いやでもうんうんうん、電話かけてね、はいはいはい、いやもう耐えてます耐えてます。でもこういう立ち回り引きをする人がいるから、いろんな武器でいろんな戦場が開拓されていくんだよね実は。うん、こういう犠牲者がいるからこそ、うん、俺みたいにもうスプラトゥーンの知識つけすぎると、まあこの武器はこういう動きが強いってなっちゃうからね、うん、だから逆に新鮮、まあ逆に新しい可能性が見つかるかもしれない本当に、うん、新時代のスプラトゥーンが見つかるかもしれない逆に、うん、いやそうだね、まあ、まとめるとそうだね、まずあなたの立ち回りは若葉シューターがする立ち回りはない、若葉シューターがする立ち回りではございません。なんとでもキャラコンとエイムはあるんだよね、 XP が2000ちょいあるってこと、2200くらいあるってことで、多分これで無理やりキャラコンエイムでなんとかなってきたんだと思うんだけど、そうだね、確かに若葉ってキャラコン必要だけど、まずは若葉シューターの上手い人の動画見よう、多分 YouTube で調べて出てくるじゃん、まずはその人の動き見よう。その人は確かに前出るべき信頼は前出てキャラコンですごいキャラコンで生存して動いてって、なんならキルも取っちゃったりとかね多分してると思って、多分そこばっかり真似してると思うんだよね、そこばっかり真似しちゃってるみたいな感じだと思う、スーパープレイだけを真似しちゃってる、基礎を忘れてスーパープレイだけ真似しちゃってる。若葉はまずサポート武器ですから、まずは塗り広げて、で味方が前行ったところにスプラッシュボムでカバーキルを狙って、グレートバリアがとか溜まったり塗り状況が良くなったり人数よりチャンスができた時にこうキャラコンでフンフンフンってなって、で最前線いたけど味方が落ちちゃって、あーもうこれどうしようもないって時にお寿司さんが得意なそのキャラコンでフンフンフンっていう動きをすればいいんだよね。あすごいお寿司さんのそのテクニックの中で動き回ること自体が悪いっていうか、それをしなきゃいけないシーンもあるんだよ、多分ずっとこの立ち回りしてきたからこそ、やっぱキャラコンと今すごい上手い、だから無駄にはなってない、安心してください。すごいお寿司さんが若葉シューターで突っ込んできたこの経験っていうのは無駄にはならないです。だからこそその基礎さえ固めればキャラコンと今だけこうボーンってステータス上がって基礎の部分めっちゃ下みたいな、でも このねキャラコンと M の部分って人によっては逆にすげえ上げるの大変だから、ここは高い人って本当立ち前の基礎をうまくするだけで一気に上がりますから、まずはまあ俺の若葉シューターの動画、もう最近俺ね別引きの動画は出してないですけど、まあ若葉シューターの上手い人の基礎の部分を見よう、初動何してるかとか、キル狙ってないシーンは何してるかとか、まあそういうところを真似してピンチになった時とか、ここだって思った時、チャンスだって思った時にあなたの得意なそのキャラコン M とかを披露すればいいかなと思います。若葉シューターにこだわりがないんだったら、多分ゴーニーガロンとかスクスシコラとかね、無理やりテキンクの中でもキル取れる武器持った方が多分勝てると思います。一旦なんか騙されたと思ってなんかゴーニーガロンとか持ってほしいよね、フッタンステージャー積んでね。いやでもこういう人はね意外とね、まあ、今結構ボロクソみたいな感じに言ったけど、立ち回りは正直かなりひどいけど、こういう人は意外と立ち回りのコツ掴んだら一気にパワーがあったりするからね。ありがとうございました、すごい寿司さん。いきますか、まあ、続いてはちょっとお優しくいきますよ。腕前がまだ高くないお方なので皆さんお優しめに見てくださいね。名前プレイヤー、名前初期から変えてないんですかね。最高腕前 A+、 現在腕前 A+、 使用武器スプラローラーかスプラシューター。悩み、奈々さんはじめまして、同じ青森ということでいつも見てます、ありがとうございます。同じ青森県出身なんですね、俺も青森です。で2を350時間、3を1850時間プレイしていますが、いまだに A 隊です。そんなすごいよ、逆にそんなに頑張ってるのに A 隊なんて、頑張ってくれ、俺が強くさせる。悩みとしては、敵が強くて対面で勝てない時どういう立ち回りをすればいいか分かりません。このメモリープレイヤーでは相手のクラブラが大暴れして手がつけられませんでした。この隊特有かもしれませんが、敵が強いと見ると途端にみんな脳一つをかましてほぼ負けます。対面勝てない相手に突っ込んで死にますセンスがないのが分かってますが、せめて X マッチやってみたいです、よろしくお願いします。いやー、いける、絶対いけるよ。何かがある。1850時間やってずっと A 隊は何かがあるはず。でも、ほんとだ。相手のクラブが28キルしてる。1850時間やって A 隊は絶対何かある。何かがある。呪いがかかってるはず。クラブが大暴れは A 隊あるあるなんだろうな、きっと。はい、だからローラーね。ローラーですからね。まず
ギアを見ましょう。あ、待って、ギアはね、今スーパージャンプ短縮イカ忍者ステルスジャンプ、ちゃんと俺の動画見てるね、これは。え、待って、今のところいいぞ、今のところいいぞ、今のところいいぞ。初動も最速で中央行って、言うことなし、言うことなし。座りたい、なんか、いいぞ、さあいいぞ、さあなんと、さあどうだ、頑張れ、さあ当てた。え、全然悪くなそうだけどな。え、本当にこれ A 体なの今のとこ。あーみんなで突っ込んでっちゃったね。うん、まあもうちょっと見るか、もうちょっと見よう。え、まだまだわからない。1850時間で A 体の理由、まだアモンドチーンだけじゃまだわからない。何かがある。あ、でもいいよ、カーリングモム。え、待って、ためカーリングもできている。え、マジで、え、本当に本当に、まあちょっとね。え、え、本当に A 体、あなた、え、嘘でしょ、今の A 体こんなうまいの。え、待って待って、え、マジで、え、嘘だ、嘘だ、絶対嘘だ。これで A 体になってありえない。俺が A 体になりえないと思うけど、え、絶対嘘でしょ、やってないだけでしょ、あなた、やってないだけでしょ。バンカラチャレンジ、バンカラチャレンジサボってるだけです、あなた。俺はもう分かりますよ。はい、サーモンランとか、サーモンランばっかやってるでしょねえ。確かにこの試合は相手のクラブラが強くて負けたかもしれないですけど、俺の目はごまかせませんよ、うん、こんだけキャラ攻撃も良くてイカ忍者も使いこなせて、プレイ時間1850時間で A 体、うん、ありえない、ありえない。あなたはバンカラマッチチャレンジをやってなさすぎるだけです、うん、やろうやろう、うん、俺の目はごまかせんぞ。あなたは多分潜ってないだけ。そんなね、そんなすぐ上がりませんから、腕前っつうのは。たくさんやったら上がります。まあちょっとこのグレートバレーはあんまね、良くないですけど、うんうん、まあアドバイス、なんかね、なんか致命的な立ち回りとかキャラコーエムがあるとは思ってたんだけど、だって俺今までコーチングしてきて X マッチ行けた人で、この人より全然キャラコンエイムを立ち回りもひどい人いっぱいいたからね。まずバンカラマッチでこの動きでいけないっつうのは潜ってなさすぎるだけだけどね。まずバンカラマッチ自体勝率5割で上がってくるんだから、そう、まずやってないだけです。これ毎日2時間で1、2時間でいいからやったら絶対いくよ。いや、これとかめっちゃうまいもん、うん、めっちゃうまい。で、バンカラマッチって腕前が高くなればなるほど敵が強くなるわけじゃないんですよ。ナイブレートで決まるんですよ、敵の強さ。だからこの人ナイブレート割と高いんですよね。仮にこの人多分 X マッチ潜って計測したら多分2000ぐらい超えると思う。これは XP2000 ぐらいはあると思う。まあ、いかないかもしれない。2000いくかいかないかぐらいかもしれないけど、ナイブレート結構高いから、まあその A 体なのに全然勝てないっていうで自信なくしてるかもしれないけど、まあそれがまず間違い。バンカルマッチはナイブレートマッチです、うん、A 体だから、S 体だから敵が強くなってくるではなくて、自分のその見えないレートで敵の強さが決まるんで、まずはいっぱいやろう。いっぱいやったら、まあ、負けたらナイブレート下がって敵弱くなって、で勝率上がってすぐ出回ったりするから、うん、A 体なのに全然勝てないって落ち込むんじゃなくてね、あなたはナイフレート高いからちょっと敵強いだけで、うん、やり続けてたら腕前上がるんで、まずは行く、まずは自信持とう。この人に必要なのは A 体だから私全然勝てない、 A 体なのに全然勝てなくて自信落ち込む、自信をなくすんじゃなくてね、まずはスプラトゥーンの仕組みを理解して、ナイフレートはあなたは高いだから自信を持とう、うん、これナイフレート高いだけだよ本当。あ、これ相手がね、うまいのもある。実力差多分結構離れてる。そう、編成もだし。編成もだし、ただ実力差離れてるだけなんで、圧倒的、
明らかに、まあ、確かに立ち回りに多少問題はあるかもしれないけど、明らかに、ね、チームとして絹負けしまくってるから、うん、しゃあないこれは、うんね、まあ、センスがなんかね悩みでさ、まあ、これなんか俺が立ち回りをアドバイスするっていうよりかは、同じ青森ケミンとしてね、対面が勝てない相手に突っ込んで死にますとかね、センスがないの分かってますか。あなたセンスあります、センスあります、見る限り下手ではないです、全然下手じゃない。ただ内部レート高くてバンカラマッチちょっと敵強い敵とマッチしてるだけなんで、落ち込まずに頑張りましょう。1日1時間2時間やり続けたら絶対 X マッチはいけるんで、ただバンカラマッチ潜ってる回数少ないだけですから。で X マッチ行ったらまた送ってきてください。あの時のプレイヤーです、 A プラスの。次はちゃんと見ますから、 X マッチで待ってます。